大海原を風の力を受け帆をいっぱいに張って自在に進むヨット。宇宙を目指す私たちは太陽の光の圧力を使って進むヨットのような宇宙船が作れないかと考えました。イカロスは太陽の光を帆に受けて航行する宇宙ヨットです。太陽光の圧力を使って進むソーラーセイルのアイデア自体は100年も前からありました。それでもまだ誰も実現してはいません。その理由はソーラーセイルに使う最も重要な薄くて丈夫なセイルの膜を安定的に作る技術がなかったからです。宇宙空間の放射線や熱に強い素材、それがポリイミド樹脂です。人工衛星の断熱材としても使われているポリイミド樹脂、この優れた素材が開発されたことでソーラーセイルの実現の可能性が見えてきました。しかし宇宙でのセイルの展開技術や姿勢を変える技術など難問も数多くあったのです。私たちはさまざまな技術課題を克服しながらフライトモデルを開発し、ソーラーセイル展開模擬試験、振動試験、熱真空試験などシステム総合試験を経てイカロスは完成しました。メインエンジンスタート。2010年5月に種子島宇宙センターから打ち上げられるイカロス。ソーラー電力セイル実証機という名前の通り、ソーラーセイルと電力セイルの技術を実証することを目的に開発しました。イカロスのセイルは正方形で、一辺がおよそ14メートル、対角線の長さが20メートルにもなります。イカロスの打ち上げの目的は、この大型で薄いソーラー電力セイルを宇宙で展開、つまり広げることです。そしてセイル膜面に貼り付けられた薄膜太陽電池が宇宙空間で発電する性能を確認すること、この2つの目的がミニマムサクセスであり、打ち上げ後数週間で実施されます。さらにセイルが太陽の光を受けて理論通り加速を行えるかを実証し、宇宙航法技術の確立まで実現するとフルサクセスになり、半年くらいかけて実施されます。イカロスが展開する膜はソーラー電力セイルと呼ばれ、アルミ蒸着がなされた 0.0075mm のポリイミド樹脂でできています。また膜面上には非常に薄い太陽電池が貼られているほか、計測や姿勢変更をするためのさまざまな膜面デバイスが搭載されています。さらにイカロス応援キャンペーンで集まった名前やメッセージが刻まれたネームプレートは先端マスの中に搭載され、遠心力によってセイルを展開するのを助けます。本体部は直径160センチメートル、高さ80センチメートル程度の円筒形をしていて、上面には太陽電池セルが配置され、いくつかの通信アンテナが搭載されています。セイルを展開するミッション部展開機構は円筒の側面に搭載されています。ミッション部には展開機構を動かすためのモータードライバー、ロック機構を駆動するためのアクチュエータドライバーが搭載されています。下部デッキと呼ばれるイカロスの底面は放熱面になっていて、ここにも通信アンテナが搭載されています。またたくさんの学校や団体から集まったメッセージや夢などが寄せ書きされたデータが DVD に収められ、スラスタデッキ下面に搭載されています。
それではイカロスがどのようにセイルを開き航行するのか具体的に紹介しましょう。イカロスは今までにない新規の方法でロケットに搭載されます。このように主衛星の金星探査機アカツキを結合するパフの内側に専用の搭載アダプタを設置し、イカロスが搭載されます。種子島から打ち上げられた H2A ロケット17号機は金星繊維軌道に投入され、主衛星のアカツキを分離します。イカロスは太陽方向にスピン分離するため、アカツキに衝突しないようパフを分離した後、ロケットを太陽方向に向けスピンアップを開始します。ロケットの回転数が 5rpm までスピンアップしたら、いよいよイカロスの分離です。分離直前に電源がオンになり、最低限の機器を立ち上げ、その後しばらくして通信のための無線電波を放射し始めます。イカロスはこの状態で冷えすぎないようにヒーターで温めながら、地上と通信が確保されるまでしばらく待ちます。通信が確保されたら、いよいよ展開実験の開始です。イカロスはヨットのようにマストを持っていません。それではどのようにセイルを開くのでしょうか。まずイカロス本体に固定されている先端マス4個を同時に分離し、分離した先端マスの揺れが収まるまでしばらく待機します。展開に必要な遠心力を確保するためにスラスターを噴射し、 25rpm までスピンアップし、その後一時展開を開始します。スピンアップ完了後に展開機構を駆動し、一時展開の開始です。展開機構に搭載されたモーターを駆動すると、相対回転機構が動き、側面に巻かれたセイルが十字の状態になるまで進展していきます。またこの様子はイカロス本体に固定されたモニターカメラ4台で写真を撮ります。カメラは水平方向に90度以上の視野を持ちますので、このように4台で360度全周の写真を撮ることができます。一時展開終了後はセイルの振動が収まるまで待機します。最後にセイルを本体に拘束していた4本の回転ガイドを解放すると、セイルが正方形の状態に一気に展開します。二次展開は数秒と短い時間で広がりますが、この間もモニターカメラでその様子を写真に撮ります。二次展開はセイルを一気に展開するため大きな振動が生じますが、次第に収まり、遠心力によって外向きの力が働き、このような正方形を維持することになります。セイルの振動が収まった後、本体に搭載された分離カメラを放出し、太陽側から展開したセイル全体を写真に収めるという実験を実施します。分離されたカメラには遠心力が働いているため、斜め方向に飛んでいきますが、広い視野を持っているため、このように全体の写真を撮影することができます。展開後はセイルに貼り付けられた薄膜太陽電池の発電性能を評価します。ここまでの実験を打ち上げ後数週間以内に実施し、ミニマムサクセス達成となります。イカロスは太陽光を膜面で反射し、その高圧によって進む力を得ることになります。これが宇宙ヨットと言われるゆえんです。この力の向きによって加速か減速かを調整でき、
加速すると太陽から遠ざかります。減速すると太陽に近づきます。このようにセイルの向きを変えることにより軌道を制御することができます。高圧による力の方向を変えるためイカロスはセイルの姿勢制御を行います。姿勢制御を行う手順はまずスラスターを噴射し本体の姿勢を変更します。その後本体に引かれてセイルの姿勢も変化しますがセイルが大きいため姿勢変化も非常にゆっくりしたものになります。ここまでの実験でフルサクセス達成となり6ヶ月以上継続して行われます。イカロスにはこの他にも理学、工学、合わせていくつかのオプション実験機器が搭載されています。もう一つの姿勢制御の方法、それがセイルの端に貼り付けられた液晶デバイス、太陽光だけで方向を変えるシステムです。液晶デバイスは電気によって曇りガラスのように反射率を変えることができ、この反射率の差でセイルの姿勢を変更する実験を行います。本体下部に搭載された検出器はガンマ線変更を観測する実験を行います。また VLBI 実験ではイカロスから電波を放射し同時に複数の地球局で受信することにより高精度の軌道決定を行います。さらに膜面上には宇宙空間のダストを検知することのできるダストカウンターが搭載されていて、これによって軌道上のダスト分布を推定する実験を行います。小型ソーラー電力セール実証機イカロス。太陽の光を帆に受けて宇宙空間を航行し、将来は高性能のイオンエンジンを組み合わせてハイブリッド推進を実現するなど、私たちの夢を乗せて宇宙空間へ旅立ちます。